これは世界に類を見ない成り立ちで、日本人にしか成し得ない独自の国民性だと言えるでしょう。日本人であれば、みんな小学校や中学校の社会の授業で国の成り立ちについて学んできたと思います。しかし、日本という国はいつ建国したのかと問われると、すぐにピンとこない方も多いのではないでしょうか。実は日本、現存する最古の国だと言われています。日本人ですら知らないことですが、実は海外では少し有名な話らしく。というのも、アメリカのある政治学者がこの題材を取り上げた講義がインターネット上で話題になったことがあったんです。ただ、中国4000年の歴史なんて言葉に聞き覚えがあるくらい、自国が起源であることを主張している国もありますよね。日本にはそういった長い歴史に対するこだわりを持つ人が少ないため、いまいち実感はありませんが、それには国と文明の違いが大きく関わってくるそうですよ。今回は世界最古と言われる日本の建国についてと、現在まで長い歴史をたどることを叶えた日本人の独自の国民性について詳しくお話ししていきます。ぜひ最後までご覧になってくださいね。1. 日本が建国した時期は？私たちが暮らす日本という国の成り立ちについては、古事記、日本書紀などの記記に記録されています。それによると、日本の建国は紀元前660年頃、神武天皇が即位した1月1日が建国記念日とされ、以降、2700年もの間、日本は一つの国として存在しています。ただ、記記に記されているとはいえど、確かな信憑性のある情報かというと、そうとは言えないようです。この頃までの歴史は、あくまで神話の一部であると捉えられることもあり、現実的な建国の時期は、紀元4から6世紀頃、古墳時代ではないかとされる説もあります。この時期は、モズ古墳群の有名な大仙陵古墳、仁徳天皇陵に眠っていると言われる仁徳天皇が即位していた時期。そのため、少なくともこの時期には、日本という国が建国されていたとされているそうです。ただ、どちらの説が事実であるにしろ、建国から1400年以上経っているのは確か。これは現在世界に存在する国の中で最も古い歴史を持っているということになります。日本が世界最古の国だなんて皆さんご存知でしたか？ 2. 世界最古の国、日本を題材に講義した名門大学の教授の話。日本でわざわざこういった話題が上がることはあまり多くありませんが、冒頭でお話しした通り、アメリカのハーバード大学の講義でこの題材に触れ、話題になった政治学者がいました。それはアメリカの政府高官も務めるジョセフ・サミュエル・ナイ・ジュニア氏。現在は政府高官とハーバード大学教授という2つの顔を持っています。国際社会、政治に密接に関わる2つの仕事を両立していることからもわかるように、彼は世界各国の情勢や歴史の事情にとても詳しい人物です。後にインターネット上で話題になった講義の日も、ナイ氏はいつもと同じように世界各国の歴史について生徒に教えていました。しかしそこで中国人留学生の発言により生徒だけでなく世界中の人々を驚かせる結果になったのです。一体どんな講義だったのか、ここでそれがよくわかるエピソードをご紹介します。3. 日本が最古の国である理由に衝撃を受けたアメリカ人学生のエピソード。私の名前はオリビア。
一応アメリカの名門大学と呼ばれる学校に通う19歳よ。この日は大学ですごく嫌なことがあって、家に着くなり姉のマリアに愚痴をこぼしたの。聞いてよ、最悪だったの。次の長期休みに友達と日本へ旅行に行くって話してたでしょ。講義が始まる前にその相談をしていたら、最近やってきた中国人留学生が口を挟んできたのよ。なんて言ったと思う？日本なんて歴史が浅くて大した伝統もないんだから行ったって時間の無駄だって。楽しく旅行の相談をしていたのに感じ悪いと思わない？怒りが隠しきれず、ものすごい勢いで話す私をなだめながら、姉はこう尋ねてきた。本当にひどい人ね。でもオリビアは日本へ行ったことがあるから魅力的な国だってことは知っているじゃない。そのことは伝えたの？私は姉が言い終わるか終わらないかのうちにこう言った。もちろん言ったわ。幼い頃に家族と旅行へ行ったし、高校生の頃は短期留学したこともあるってね。でもまともに取り合ってもらえなかったの。所詮旅行や留学で訪れただけじゃ本当の姿はわからないでしょうねって笑われた。悔しくて仕方がなかったわ。留学生に大好きな国をバカにされたのもそうだし、きちんと反論できなかった自分にも腹が立っていた。すると姉は私をソファーに座らせてから自分も隣に座り、意外な言葉を口にした。じゃあオリビアの気分が晴れるであろう話を教えてあげようか。え？何何？それから姉は大学時代に経験したとある講義の話をしてくれた。姉はその日通っていた大学で政治学の講義を受けていたそう。その講義の内容は世界各国の国の成り立ちについて。姉も私と同じで海外旅行が好きだから、いろいろな国の歴史や文化を知れるこの授業は楽しくて仕方がなかったらしいわ。その日の講義の冒頭で教授は、世界で最も歴史の長い国がどこだか知っている人はいますか？と尋ねたそうよ。正直そんなこと考えたことがなかったけど、どうやら姉もその時今の私と全く同じことを思ったみたい。教授の問いかけに対し、生徒たちがさまざまな国の名前を口にする中で堂々と手を挙げたのは一人の中国人大学生。その人はこう言ったそうよ。その答えは中国です。中国に残されている史書の中にしっかりとその事実が明記されています。中国の始まりは紀元前2070年、最初の王朝である夏王朝が始まった年が中国の歴史のスタートだとされています。といってもこれは現状史書で確認できる明確な記録だけのことを言っているので、実際はもっと古くから王朝は存在していたことが最近分かってきているようです。だからおそらく中国の歴史は5000年くらいはあるのではないでしょうか。教授も周りの生徒たちも彼の話をおとなしく聞いていたみたい。もちろん私の姉もね。それで味を占めたのか、中国人大学生はさらに自国の文明の素晴らしさについて語り始めたそうよ。ちなみに皆さんも世界四大文明の一つ黄河文明のことは知っていますよね。夏王朝はそれと非常に深いつながりのある王朝なんです。アジア各国の文字の始まりとも言われる漢字もこの時夏王朝で考えられた文字が基盤になっていると言われています。中国4000年の歴史という言葉が有名なように、中国は古くから優れた文明を持っており、世界を引っ張っていく素晴らしい存在なんです。姉はこの話を聞いて知らなかった事実に関心を示した一方、ほんの少し苛立ちも覚えたと言っていたわ。なんだかこう自国を一生懸命持ち上げて周囲の人を小馬鹿にしているような、そんな雰囲気を感じられたんだって。
私もさっき話した中国人留学生に同じような気持ちを抱いていたから、それにはすごく共感できた。すると、それまで黙って話を聞いていた教授が静かに口を開いたそう。確かに中国大陸の歴史は長く、世界に与えてきた影響は小さくありません。しかし、君は一つ大きな勘違いをしているようだ。今私が話しているのはあくまで国の成り立ちについての話であり、文明の長さではありません。その違いがわかりますか？国と文明。言葉は明確に違うけれど、それぞれが具体的にどういう意味でどんな違いがあるのか、当時の姉もそして私もパッとは浮かんでこなかった。その中国人大学生も同じ様子だったらしいわ。教授は話を続けた。中国が今存在している場所には確かに紀元前の頃から人類が暮らしていたと言われています。つまりそれは文明がそこにあったということです。しかし当時の中国が国として成り立ち、現在まで中国としてそこにあったのかと問われると答えはノー。中国は大陸の長い歴史の中で何度も支配する王朝が変わり、国の名前も数えきれないほどあります。これが意味しているのは、古くからそこで生活をした文明はあったものの、一つ一つの期間が短く、国としての歴史はそれぞれ短いということ。ちなみに現在の中国の建国は1949年ですから、その歴史はおよそ70年といったところでしょうね。さっきまで5000年近い歴史があると豪語していたのに、蓋を開けてみればたった70年。あれだけ偉そうにしていたのも相まって、中国人大学生にとってはかなり恥ずかしい状況になっていたみたい。現に姉の近くではクスクスと笑うような声も聞こえたそうよ。でも中国人大学生だってもちろん黙ってはいられない。すぐにこんな反論をした。国の中での争いなんてどこの国だって起きていることだろう。いちいち国と文明は違うとかって区別していたら、長い歴史の国なんて一つも存在しないことになるじゃないか。本当は中国の長い歴史と伝統が羨ましくて認めたくないだけなんじゃないか。中国がダメならどこがいいって言うんだよ。どうやら彼はどうしても中国が一番と言われないと気が済まない様子。これに対し教授はこう言ったって。世界最古の国は日本です。これに対して中国人大学生は手がつけられないくらい怒っていたそうよ。日本？あの国が最古なわけないでしょ。今我が物顔で使っている文字だって全て中国から伝わったものですよ。他にも日本で使用されているものや文化、食べ物はほとんど中国のものを真似ているだけです。僕ら中国人がいなければ今の日本は存在しないと言ってもいい。これは虚言でも何でもなく教科書にも載っている事実です。確かに中国は日本をライバル視していて、よく思っていない人が多いって聞いたことがある。さっき私が旅行をバカにされたのも、そういうつまらないプライドのために利用されただけなんだと思うわ。中国人大学生の反論に、教授はあくまで冷静にこう答えたそうよ。確かに日本の文化、文明の中には中国から影響を受けたものもありますね。しかし先ほどもお話ししたように、文明と国は別物として考えるべきです。日本という国は紀元前660年に建国されたという記録が残っています。つまりこれは今から2700年ほど昔のこと。この頃から文明があった国は中国などをはじめ他にもありますが、同じ国として存続しているのは日本だけなんです。
それから教授は日本がどうして現在まで一つの国を存続できたのかについて詳しく話してくれたそう。中国人にイチャモンをつけられながらもきちんと生徒のためになる講義をしてくれるなんてさすがよね。確かに日本も歴史の中では国を治める存在が変わった時期もありました。天皇が支配する時期もあれば、武士などの権力者が天皇に仕えて実権を持つ時期もあったりと、そこは他の国と変わらないように見えます。しかし日本が他の国と違うのは、時代が変わる瞬間も実権を握っている天皇を滅ぼして新たな国を築くのではなく、同じ国の中で実権を持つ存在だけを交代する形をとっている点です。ですから、たとえ天皇以外の権力者が日本という国を支配することになっても、天皇は形を変えて存在し続けています。ですから2700年前から現在まで日本は一つの国として存続しているのです。その話を聞いて確かにと思ったわ。日本に留学していた頃に歴史の授業で第二次世界大戦前後の勉強をした。それまではずっと天皇が一番の権力を握っていたのに、敗戦後にその力はなくなった。現在は国の象徴として形を変え、日本という国で現在も大切な存在だと考えられているんだって。何でも日本では古くから天皇はとても大切な存在だと考えられていたらしいわ。だから権力者がどんなに力を持とうとも、天皇を滅ぼして自分が王様になろうとは考えなかったのね。講義の最後に教授は、今私が思ったことと同じようなことを話してくれたらしい。他の国であれば、それまでの王の存在を消し、自分が王になることを考えてきた。だからこそ、同じ場所、同じ文明であっても、国は短い期間でどんどん変わっていきました。しかし日本では、個人がどんなに権力を持とうとも、天皇という存在を特別なものだと考えてきたのです。むしろ天皇の存在を守るために自らの命を犠牲にして戦う人々も少なくなかったといいます。そういった日本人の誠実な忠誠心と強さがあるからこそ、これだけの長い期間日本は国を存続してこられたのです。これは世界に類を見ない成り立ちで、日本人にしか成し得ない独自の国民性だと言えるでしょう。教授がここまで話し終わった頃には、散々噛みついていた中国人大学生も何も言い返せなくなっていたみたい。ねえ、すっきりしたでしょ？オリビアの好きな日本という国は唯一無二の素晴らしい国なのよ。姉はそう言って私にウィンクをした。そうね、ありがとう。こうして私は今日あった嫌なことはきれいさっぱり忘れて日本旅行を楽しんだのだった。世界最古の国は日本と言われると意外で驚く方も多いかと思います。しかしこうしてなぜ一つの国を存続することができたのかという観点で考えると腑に落ちるのではないでしょうか。映画やドラマの題材になるくらい日本の武士や侍、また第二次世界大戦時の日本軍は仕える大将への忠誠心が強かったようですから、そういった日本の国民性が最古の国を作り上げてきたというのには納得できる気がしますね。皆さんは日本が世界最古の国であることを知ってどのような感想を持ちましたか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。